ショータイムゴルフスタート。池入るしかないね。ちょっと349ヤード、パー4、両サイド OB。これ耐えたんじゃない？あ、距離だけは人一倍出たんだよ今。バリバリ OB じゃねえかよ。もうボールねえじゃん。なんでこんなとこドライバー持つんだよ。耐えたんじゃない？耐えた耐えた耐えたね。これはもうオッケーバーディーだね。さすがに入るっしょ。ナイス。ありがとうございます。ナイスバーディー。これで2ダウン。ドーミーホールで迎えた お、いいんじゃない。弱えか、上げてんな。持ってんじゃないのこれ。9、いや P。これだ。残り2ホール、意気込みは勝つよ。もう勝ちないんだけど。一言言わせてもらっていい？もうね、君の勝利はなくなったんだよ。2ホール前になくなってるんだよ、君の勝利は。最初からいくの？何が？後半だけじゃなくて最初から行くでしょ。前半カットだ。前半カットだ。どうだ、ちょっと強えな。速くね。だいぶ強いよ。え？って感じです、はい、おかしいな。おっしゃ、外したら終わり。外したら終わり。じゃあ泣きの1回で最終ホール2アップにしてもいいよ。ああ、ありがとう。なんたって最後はあのパターが敵だからね。ナイスパー。勝利おめでとうございます。いやまだね、菅秀一の慈悲っていうのを最終ホールで発動するから。、うん、最終ホール3アップ。オッケー。いや今日ちょっとさ、あれじゃん、腕が治ってから久々にラウンドするわけだから、うん、最後慈悲発動。ありがとうございます。菅秀一の慈悲スタート、うん、最終ホールなんと100アップ。出た、今までの何だったやつ。17ホール何をやってきたのかって思うけど。、うん、まあでもね、最終ホールは
パターが炸裂。はあ、まあ、ね、14本にパターが挑むっていう風にみんな思ってるだろうけど、逆だからパターに14本が挑む。チャレンジャーではない、チャンピオン。打つタイガー打つ、タイガー打つ、タイガー打つ。神の足音を聞け。501ヤードパー5。ナイスショー、ナイス。これがパッティングですよ。さあ、この俺のパターにドライバーで挑む。どこまで対抗できるか。若干巻いたけど大丈夫じゃない？大丈夫、あれぐらいなら大丈夫。そんなね、慌てるほどのことでもないよ。さすが俺のパターだな。負けた。あの伝説の YouTuber 翔太尾崎のドライバーを1ヤード置いてった。どう、パターに勝てそう？余裕でしょ。あくまでもチャレンジャーはそっちだからね。ロフトあるからね。パターにだってあるよ、サンド。たかがサンド、サルドサンドなんで。左からカット。うまい。これは相当うまい。うまくない？めちゃくちゃうまい。すげえうまい。針の穴を通した。センターからホップ。上下のこと言うの。センターからホップ。あ。これ OB じゃない？戻ってきた？カット？どうする？うわー、マジかよ。もうボールねえよ。あると思うけどね、あそこ。うまっ。ナイス。あー、悔しい。これはね、インテンショナルチョロでいった。オッケーオッケー。ティーはこの…うまっ。あれ全然ピンの位置違えた。待って全然でけえ。うまっ。どうやって行かせんの、あんな才能だよ。さあ、ワンハンドレッドアップをかけたバンカーショット。画面越し伝わんねえけど、これ結構むずい。うめえ、うまく打った。相当うまく打った。これバーディーチャンス。しょうがないな。やるね。うまいね。うまい、うまい。この硬いバンカーをあそこまで持ってくのはね、やっぱりさすが YouTuber ってところだね。まあ YouTuber がみんなうまいかどうか知らないけど、俺はこいつしか知らないから。
入れれば勝ちだよ。なんかジャンプしてきて虫を食らった。スティンガーすげえな。あれタイガーのスプーンみたいな弾道で飛んでったよ。どうだタイガー、タイガー、いや全然タイガーじゃない。タイガーの田の字もね。監修一の慈悲を発動してしまったから、これ入れれば勝ち、外れば負けってやつ。うん、ありがとうございました。ありがとうございます。